そうですね。チームガガヤマはね、今年2年目なんですね。で、チーム体制もね、武田一が入ったり、タイヤもスイッチしてダルプさんに変わったりとかして、タイヤを作ったりバイクを作ったりっていう新しい目標に向かってスタートして、順調に来たと思います。で、まず目標だった優勝もすぐでできましたし、そこでチーム一丸となって、それからダンロップさんも一丸になってできたことが、まあ、第一目標を達成できたので、すごくみんなで喜べたりでした。その後ね、まあ、みんなも知っての通り、オートポリスで、予選で転んで怪我しちゃったんで、その後が出なくて、ポイントをね、どんどん下げちゃうことになったんですけど、まあ、たらればでもないんですけど、それがなかったら、きっと最終戦まで面白いチャンピオンシップができたなと思って、思いました。なんで、ちょっと残念な結果なんですけども、すごく成果のある年だったんで、それこそ来年に向けて、まずは自分の体を元通りに直して、来年仕切り直してね、もう一回チャンピオンに取り直せる体制が整ったと思うんで、チームが3年目は、はい、頑張っていきたいと思います。はい、あれね、実は意外にやっぱ俺、大怪我だったみたいで、骨盤、股関節、脱臼骨折でしょ、それから膝の、僕はバラバラになっちゃったんで手術を2箇所したんですけど、いわゆる先生はもう完全にまともにまだ歩けないのにバイク乗るってどういうことだと、半分ちょっと脱走に近いぐらいの勢いで出てきたんですけど、まあ、でもやっぱり僕の中でそのチームを顔みんなの前にね、ファンの前に顔を出す、それから約束してた2大体制っていうのを武田一と一緒にやりたいっていうのがあったんで、どうしても鈴鹿サーキットに最終戦には顔を出したくて、ちょっと無理をしていきました。で、予選までね、どうにかこうにか動かない足引きずって走れたんですけど、決勝はちょっと雨も終わったんでね、みんなの意見も聞いて、欠場することをしたんですけど、まあでもやっぱりそのみんなの前に顔を出せたってことはすごい良かったなと思うし、加賀谷も元気だよって顔を見せれたんで良かったと思います。2012年、結果はね、怪我もあってランキング確か8位だったかな、ちょっと残念なんですけども、優勝できたりとかポールも取れたんでアピールできたと思います。それをね、本当応援してくれたスポンサー、セガファンの皆さんのおかげでここにあるんで、来年も変わりなく、今年以上か、応援よろしくお願いします。